はい、今ね、タイのね、バンコクにいます。で、バンコクのどこにいるかというと、チットロムの駅、BTS のね、高架電車のチットロムの駅と、タイヤムの駅のね、間にあります、エラワン町、天主教の寺院ですね、今来てるところです。まあ、本日、平成27年、2015年の、10月の12日、月曜日でございます。2年3ヶ月ぶりに来たタイなんですけどね、エラワン町というか、数ヶ月前に、ここ、爆弾テロによって爆弾の被害になりました。まあ、この辺りね、スカイウォークがそこにあるんですけど、この辺りが主に爆弾でね、テロになってしまったわけですけどね、そっちに行くとサイフの方です。で、向こうに行くとチットロムの駅の方で、グランドハイアットホテルっていうのはここにありまして、その先に行くとですね、向こう側に、あるのがインターコンチネンタルホテルという高級ホテルになります。まあ、他にもね、ルネッサンスがあったりとかね、高級ホテルが泊まるわけですけどね、先ほど参拝させていただきました。まあ、こんな感じでね、皆さん、タイの人、新人深いです。なので、部位にね、ひざまずいて、で、お祈りをしてます。まあ、俺もね、花と、あと線香を買って、まあ、このような形で、参拝させていただいたわけですけどね、この間亡くなられた方、いっぱいいらっしゃると思うんですけどね。まあ、いつどこでこの辺りでね、まあ、爆弾テロってあるか分かりません。以前にタイのバンコクでね、デモがあった際、そこのセントラルワールド、伊勢丹があるんですけど、そこのところで、放火されました。なので、この辺りよくね、爆弾テロとか放火されたりするってことがよく多いんですけどね、一応確保の上、まあ、基本的には、ね、大丈夫なんですけどね、もし被害になってしまったら運が悪かったかなって感じはしますね。運の悪い人、良い人っていうと思うんですよね、運だったりですとか。なので別にここに来るなというわけではないんですけどね、まあ、たまにそういったことがあるということを覚えていただければと思います。今見てるとね、タイの伝統的な音楽がそちらでやってます。